はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、手裏剣戦隊ニンニンジャーのビッグサイズなりきりウェポンですね。そのガチャをですね、2回やってきましたね。全部で5種類あるみたいです。では一つ開けてみましょうか。どっちから行こうかな。まず青い方からじゃあ開けてみるね。ちょっとラインナップも確認したいしね。はい、1回200円ですね。はい、こちらがラインナップですね。1番が忍者1番とでしょ。で2番が赤忍者手裏剣、3番が青忍者手裏剣、4番が黄忍者手裏剣、5番が五刀忍手裏剣、以上の5種類みたいですね。では早速こちら、黄色いよね。忍者か五刀忍。やっぱでかいな。あ、忍者ですね。あんまり。やっぱり鬼忍者手裏剣とはいえさ、ここにさ顔があるからさ、なんかちょっとインパクト大きいなこれ。じゃちょっと膨らましてみるよ。忍者。こちらが膨らました状態、鬼忍者手裏剣でしたね。なんかでかい。ではもう一つも開けてみましょうか。はい、では二つ目開けますよ。はい、よし。お、赤い。お、できれば忍者一番遠くが欲しいんだけど。赤忍者。あ、なんかちっちゃい感じが。赤忍者主人。あ、違う。お、これは長そう。ということは忍者一番遠。やったー。一番きたー。よし、じゃあちょっとこれも膨らましてみるね。うん、はい、こちらが忍者一番刀でね、ちゃんと赤忍者手裏剣入ってますね。それからちゃんとこのボタンビッチもプリントされてるね。いいじゃない、よかったよかった。この剣型の風船ってのはいいよね。じゃあちょっと戦ってみましょうか。はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーのビッグサイズなりきりウェポンでした。